皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之です。本日はタムロンさんが発表した、星空の写真の撮影でとっても役立つ画期的な機能についてご紹介したいと思います。以前に、このチャンネルでもご紹介したタムロンレンズユーティリティという、機能が、タムロンさんのレンズに備わっているものがあります。レンズによるんですけども、USB-C 端子ですね。これ USB-C 端子がついているタムロンさんのレンズであれば、等しくですね、このタムロンレンズユーティリティという機能が使えるんですが、で今回ですね、アストロフォーカスロックっていうのが追加されたんですよ。今日は、その画期的なタムロンレンズユーティリティのアストロフォーカスロックについてご紹介したいと思います。星のピント合わせの仕方っていうのはですね、明るい星とか街灯とかにレンズを向けて、それを拡大して、マニュアルフォーカスをします。で、それが一番ちっちゃくなった時がピントが合ってるっていうものなんですね。最近のカメラはオートフォーカスの性能が上がっているっていうか、暗所でのオートフォーカスの性能が上がっているので、明るい天候源であればオートフォーカスは効くっちゃ効くんですけど、ただやっぱりそれも 100% 信用できないっていうのが正直なところで、やっぱりなんだかんだでマニュアルフォーカスで合わせるのが一番いいかなっていう感じなんですよ。そのピント合わせっていうのがやっぱね、ちょっと特殊で難しいっていうのがあるんですよね。この機能はいろんな人を救うことができる機能だと思います。星の写真を撮る人って年齢層的に、まあ若い方でも撮ってるんですけど、メインはね40代以上って言われてるんですよ。それは、星の写真ってカメラとレンズ以外にかかるものっていろいろあるじゃないですか。ライトとかレンズヒーターとか三脚とか赤道儀とか使う場合もあるし、フィルターとかね、いろいろお金がかかるんですよ、周辺機器に。だから、それなりにそのお金に余裕のある方じゃないと、その辺の周辺機を揃えることができないっていう自分の考えなんですけど、それがやっぱり、40代から上っぽい気がするんですよね。仕事もそれに落ち着いて、子育ても落ち着いて、ちょっと自分の趣味にお金を使うことができるようになった方々っていうんですかね。昔俺写真部だったんだよな、天文部だったんだよなみたいな感じで、定年退職してから星空の活動に、復活するっていう方も非常に多いと聞いています。そういう方々にですね、共通して起こっている問題っていうのが老眼っていうやつですね。まあ老眼といっても別に老眼だけの問題じゃないですよね。視力の低下っていうのは老眼以外にもあって、加齢とともにやっぱり進行していくものですし、まあ自分なんかはね、やっぱ撮影とかがハードになってくると、結構目がしょぼしょぼしてくることもあるし、あとデスクワークですよね。室内で動画いっぱい作ったりしてると、やっぱ目に疲れが溜まって、それでピント合わせがね、夜しづらくなったりすることは稀にあるんですよ。基本的にその視力っていうのが暗闇の中だと落ちるらしいんですね。だからこう星を見ていて、そこはピントが視力が落ちていてガチピンが出てないっていう状態になるみたいなんですよ。サイトロンジャパンさんでステラグラスっていう商品が最近発売されたんですけど、その商品は、暗闇の中に行った時に落ちた視力を補正するっていうものみたいなんですよね。まあそういったものが出るぐらい、やっぱ暗闇の中で作業をする、星のピント合わせをするっていうのはみんな悩んでることなんですよ。だから私もこういう立場なのでよく言われました。ピント合わせが難しいです、何かないですかということで、いろんな機材をですね、このチャンネルでも紹介してました。フォーカシングツールっていうやつですよね。特に、目立って多かったのはやっぱり超広角レンズを使った時のピント合わせですよね。そういうのがやっぱり難しいなっていうのがあって、ピント合わせられるか合わせられないかっていうのは技術だけの問題じゃないっていうことです。上手い下手な問題以外のことが関わってきちゃうっていうことで、みんな悩んでたっていうか、悩んでる人がすごく多かったなと思います。そんな中で、ちょっと前置きがなかったですけど、タムロンさんのアストロフォーカスロック、これが出たところで救われる人が結構いると思います。じゃあその機能実際どんなものかご説明していきましょう。タムロンレンズユーティリティはまず
Windows PC 用か Mac 用かっていうのがあります。あとスマートフォンでも動くんですが、スマートフォンは Android 限定になっています。なので Android スマートフォンか Android のこのタブレットですね、こういうので動作します。まあこの辺の端末は結構安いもので、この Android のタブレットで7000円ぐらいですしね、スマホもね、タイミングによっては安く手に入れることができるので、しかも新しいとか古いとか気にしなければ、結構安く手に入るんじゃないかなと思いますんで、まあ、こういうものを用意していただければと思います。使い方は簡単で、この Android のアプリと、この USB-C 端子を備えたタメノさんのレンズを接続します。という感じですね。スマートフォンの方で、タムロンレンズユーティリティを起動します、はい、で電源をオンします。タムロンレンズユーティリティ常に、動かしますかみたいな、こういう表示が出てくるので、まあどっちもいいです。とりあえず今 OK しますね。いろいろな項目があるんですけど、アストロフォーカスロックここにあります。この機能何かというとですね、光学インフに合わせてしまうという機能になります。レンズの焦点距離によって無限遠の位置って決まってくるわけですよ、設計上ですね。その設計値でいう無限遠のことを光学インフと言いますが、その光学インフにワンタップで持ってってくれるということです。つまりピント合わせしなくても接続してこれボタン押せば星にピントが合うってことです。すごいでしょ。ただこの光学インフっていうのは1個注意しなきゃいけないことが、レンズっていうのはもちろんレンズの材質によるんですけど、温度変化、気温の変化ですね、湿度とかの変化によってピント位置っていうのは変わります。カメラのレンズっていうのはオートフォーカスだったりとか手ブレ補正だったりとかっていうレンズが入ってます。中に動くレンズが入ってる。でそれ以外にいろんなパーツで構成されてます。そういったパーツの中にはやっぱり安いレンズとか結構そういう傾向ありますけどね、マイナス環境とかになってくると無限のピントが出ないっていうものが出てくるんですよ。でやっぱり、そういう場合も想定してあって、今これアストロフォーカスロックにするとですね、このピントが固定されるんですよ、動かなくなるんですけど、これを解除するとレンズの今 F 値とこのピントのリング、ピントリングがこうやって出てきてますが、こっちにね、もう一個あるんですよね。はい。こっちのピントリングは素動です。大まかにピント合わせをするってやつ。で、こっちが微動になります。細かく微調整をするっていう。細かく微調整をするってやつですね。で、こう、ピンチイン、ピンチアウトで、この倍率が変えれるんですよ。今、2倍、2.9 倍になってますけど、もっと細かく微調整したいなと思ったら、ここをこうやってやっていくと、微調整がさらに効くようになるっていう機能ですね。何度からピントずれるんですかっていうのはレンズにもよるんで何とも言えないんですけど、早いやつだと1度とか2度とかそのぐらいの温度でもうね、ピントの位置がずれます。これは28-75っていう焦点距離なんですけど、 28mm でもピッと押すと無限遠が出て、で1回解除して75mm にしたとしても、これでもう一回アストロフォーカスロックをしたらば 75mm の時の光学インフを出してくれる、ピント合わせをしてくれるっていうものになります。だこれ使うとレンズに触れずにピント合わせをすることができるんですよ。いやこれね、最初に私使った時結構感動したんですよね。その時動画撮ってるので見てみてください。こっちで素動で、こっちで微動ですね。細かく細かく、めっちゃいいじゃんこれ。めちゃめちゃずらした状態でアストロフォーカスロックを押すと、おお、瞬時にピント合いますね。1分、解除してさてピント合わせましたが、ファーストショットです。バッチリですね。多分これ問題ないでしょ、きっと。この機能は成形写真のピント合わせだけに限らず、天体写真のピント合わせにも役立つと思います。あの赤道儀乗せて、その上に望遠レンズ乗せてみたいな感じだと、もうねやっぱりシビアなんですよ、ピントが。ここのピントリングを回しただけでプル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 言うんですね、触ってなくても。
でもだからそのプルプル揺れてるからピントの位置っていうのがやっぱり判別しにくいんですけども、これ使うとカメラレンズに触れずにピント合わせができるので、まあピント合わせしやすいですよ。レンズによってはですね、これ2875-2.8 ってやつなんですけど、こういう FN ボタンっていうのがついてるものもあるんですよ。でこういうやつはこう挿しておいて、はい、電源を押します。はい、そうするとこのレンズっていうところを項目タップすると、あのこの FN ボタンに何を割り振りますかっていうのが表示されるんですね。でこれいろいろな機能を割り当てられるようになってます。今回はこのアストロフォーカスロックっていうのを割り当てて、でクリックを押すと起動するのか長押しすると起動するのかっていうのを選べます。これ設定します。そうするとなんとこれスマートフォンない状態でここを長押し1秒するとアストロフォーカスロックかかるんです。でその時にマニュアルフォーカスが効かなくなります。でもう1回1秒押し続けるとそれが解除になりますっていう感じで、この FN ボタンを持ったレンズには備わっています。でこれはまだ焦点距離がの幅が、まあ、そんなに望遠気味じゃなくていいんですけど、こういう、35-150 っていうこのレンズですよね。これポートレートの撮影とかですごく、使ってる方が多いレンズですけども、こういう望遠系望遠気味になるレンズとか、あともっと望遠になるレンズっていうのはタムロンさんでも発売されます。70-300とかですよね、150-500とか、そういったレンズでは天体写真を撮るときにこの機能めちゃめちゃ使えると思うんですよ。注意点はですね、全部のレンズにこれ備わってるわけじゃないんですよ。タムロンさんのレンズの中にもこの USB-C 端子がついてるレンズとついてないレンズっていうのがやっぱりあって、まずこの USB-C 端子がついてるレンズかどうかっていうのを確認してください。でついてるレンズでもこのアストロフォーカスロックが備わってないレンズもあります。現状この USB-C 端子タムロンレンズユーティリティが使えるレンズっていうのはソニー E マウントとニコン Z マウントに限られます。富士フィルム用はついてないの。だから11-20-2.8 とかさ、広角で結構使いやすいいいレンズがあるんですけど、あれはないんですよ。なんでないのかなって思うんですけど、 Z 用のレンズは望遠系のレンズ2本あるのかな、それにはこのアストロフォーカスロックの機能ついてないです。残念すぎる。この場を借りてですね、タムロンさんにお願いをしたいんですよ。これから出す全部の商品に USB-C 端子つけてください。本当、まあ、もしかしたら USB-C 端子つけたらサイズがでかくなるからサイズダウンするために USB-C 端子省いた方がいいよねみたいな、そういう感覚もあると思うんですけど、まあ基本的には全部つけてほしいです。というのも星の写真っていうのは広角レンズに限って使うものではないですし、望遠系のレンズに限って使うものではないです。天体写真、星夜写真、星系写真みたいな3つのジャンルがあって、いろんな焦点距離で撮れる天体っていうのがあるんですよ。だから星の写真で使わない焦点距離っていうのはないと思っていただいた方がいいです。広角から望遠まであらゆる焦点距離で撮る、もう被写体があるのが星空の撮影なんですよ。だからレンズによってついてるついてないっていうのは本当やめてほしいですね。この機能ついてるけど、今その例えば星系写真のことに限って言いますけど、今その星系写真の分野で、このアストロフォーカスロックが、存分に発揮されるっていうのはこの2040-2.8だけなんですよ。しかもこの2040-2.8はソニー E マウントでしか出てないんですよね。もっとこのレンズ自体その他のマウントで拡充するのか、もしくは新しいレンズで出してほしいですよね。過去にね、一眼レフ用のレンズで1530-2.8っていうレンズがありました。めちゃめちゃ素晴らしいレンズでした。値段もこなれていて、いろんな人があのレンズでね、成形写真撮りました。当時成形写真用のレンズっていいやつは高かったよねっていう、そういう時代だったんですけども、すごく手頃な値段出してくれて、あのレンズで成形写真デビューした人がもういっぱいいるんですよ。あれのミラーレス版出してほしいなって本気で思います。でそこに USB 端子をつけて、タブロンレンズユーティリティを使えるようにしてください。そしたら、まあ、1530-2.8 同じスペックで全然いいんですけど、ミラーレス用で、まあ、E マウントとか Z 用とかで出してくれたら、それをつけて一発でねピント位置が呼び出せると、で微調整も効くというふうにやったらみんなそれ使うと思うんですよね。
だって取れないものが取れるんだもん。自分にはできないことをやってくれるんだもん。こんな素晴らしいことないですよ。だから田村さん、今後のレンズ展開に本当期待します。こういう機能を出してくれたんだからこそ、今後ですね、星空撮影っていうのにも比重を置いていただいてですね、そっちの機能をぜひ PR してほしい。その時は私ちゃんとレビューしますから、はい、押していきたいと思いますので、まずはですね、こういうタムロレンズユーティリティの中に、アストロフォーカスロックという機能がついたということをですね、皆さんにご周知いただければと思います。タムロンさんは星の撮影に対して、見てくれてるね、見てくれてる、それがすごく嬉しいです。本当に今ピント合わせで困ってる方、目が悪くなってちょっと星の写真撮るの諦めようかなみたいに悩んでる方はですね、本当に一回使ってみてほしいです。現状まあ広角レンズではないんですけども、例えばこの、28-75 の 2.8 とかね、これすごいいいレンズで、私もこれよく撮ってるんですけど、これとかでその赤道儀の上に乗っけて天体写真撮るときとかはもう抜群に効果を発揮するんじゃないかなと思います。もう合わせなくていいんだよ。めっちゃ楽ですよね、ほんと。ぜひ皆さんもこのアストロフォーカスロックを使ってですね、星の写真タムロレンズで楽しんでいただければなと思います。はい、それでは今日はここまでになります。ちょっと熱く語ってしまいましたが、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね、どうもどうも。